俳優の竜星涼さんと八木莉可子さんが10月スタートの新ドドラ10潜入兄弟特殊詐欺特命捜査官でダブル主演することが発表されました。ドラマはかつて父親を殺された兄弟が特命捜査官となり、身分を隠しながら特殊詐欺組織に潜入し壊滅を目指す物語です。潜入兄弟というタイトルにちなみ、2人に潜入してみたい場所を聞くと、刑事ドラマとかって僕は結構多かったりするので、捜査会議とかね、実際はどういうふうに捜査会議がされてるのかっていうのはちょっと気になりますね。一方八木さんは、お笑い芸人さんちの空気を操るのとかなんか天才だなと思って、あのネタを作ってるところに潜入してみたいです。ネタ帳とか見てみたいですね。どんなことが書いてあって、何をヒントにされて、あのすごい面白いのとか結構突拍子もないネタとか、どういう頭になってるのかなとか、ちらって見に行きたいです。